アンは、最後のイングランド王国、スコットランド王国君主で、最初のグレートブリテン王国君主、および、アイルランド女王。スチュアート朝最後の君主でもある、ブランデー好きであったことから、ブランデーなんの異名で知られている。幼少期1665年、ヨーク公ジェームズと最初の日で、クラレンドン伯爵、エドワード・ハイドの娘アン・ハイドの次女として生まれた、姉に、メアリー二世がいる。 この他、着室のイボテイに、ジェームズ、イボ妹に、ルイーザがおり、この他にジェームズ・フィッツ・ジェームズら初出のイボテイマイも、複数いる。姉と共に、後のロンドン主教ヘンリー・コンプトンの下で、プロテスタントとして育てられたが、教養があまりなく、読書や芸術より、スポーツや乗馬を好んだ。父の宮廷の女官で、後に、マール・バラコー、ジョン・チャーチル夫人となる、サラ・ジェニングスは、 少女時代からの親しい友人である。1683年7月28日に、デンマークノルウェー王フレデリック3世の次男で、クリスティアン5世の弟、ヨーエンと結婚した。ジョージは1689年にカンバーランド校に除されている。夫婦仲はよく、毎年のように妊娠したが、双子を含め6回の流産、6回の死産を経験した。 1685年に生まれたメアリー。1686年に生まれたアンソフィアは2年も経たないうちに天然痘で命を落としている。1689年7月、ハンプトンコート宮殿でグロスター公ウィリアムを出産したが、ウィリアムも生来の水痘症がたたり、11歳の時に昇降熱で命を落とすことになった。1690年に生まれたジョジ。 1692年に生まれた男児もそれぞれ生後数時間で死亡している。不幸な出産の原因は、降臨死失抗体症候群を患っていたためとされている。1688年の名誉革命では、姉の夫でイトコでもある、オランダ総督のオランニエコーウィレム三世がイングランドに上陸すると、ロンドンからサラと共に脱出して、ウィレム三世の下に登校した。 父が追放された後、姉夫婦がメアリー二世、ウィリアム三世として共に即位するが、二人に子がなかったので、早くから多い継承者の候補と目されるようになり、ホワイトホール宮殿の一室を与えられ、そこで生活した。しかし1692年、ジェームズ二世の元の長身であった、将軍マールバラハクジョンチャーチルが、九首ジェームズと極秘裏に通信した疑惑により、 ロンドン島へ投獄された時、マールバラ博が、アンの友人さラを妻としていたためにアンは、投獄に反対し、ウィリアム3世、メアリー2世と仲違いした。この事件以降、アンは、メアリー2世と絶好状態になり、信仰があったサマセット港、チャールズ・シーモアとエリザベス・シーモア夫妻から借りた、ロンドン郊外のサイオンハウスに引っ越して宮廷から、遠ざかったが、 メアリー2世が1694年に死去すると、ウィリアム3世と和解、セントジェームズ宮殿に移り住んだ。アン女王とジョージ王杯メアリー2世死後に、単独統治を続けていた。ウィリアム3世が1702年に没すると、アンがイングランド、スコットランド、アイルランドの女王に即位した。夫ジョージは女王の配偶者及び海軍総司令官の地位を与えられたが、 統治者としての訓練は行わなかった。アンが即位した時、戦後の生前に準備されていたスペイン継承戦争が本格化し、イングランドはオランダと共にオーストリアと同盟して、フランス及びスペインと戦うことになった。アンは友人のオトマルバラ博をイングランド軍総司令官に任命してフランドルドイツに派遣し、 マールバラ博の友人シドニー・ゴドルフィンを大倉卿に任命して戦争を遂行させた。マールバラ博はネーデルラント戦線で大きな戦果を挙げ、アンは彼をマールバラ公爵に助任した。1704年にはマールバラ公は南ドイツで行われたブレンハイムの戦いでフランス軍を破る大戦果を挙げ、その後もフランドル方面で戦勝を重ねた。 ブレンハイムの戦勝を記念して、マールバラ港に恩賞を与えオックスフォードシャアの領地を、授与、データク建築の資金提供も決定した。この場所で建設されたのが、ブレノム宮殿である。また、スペインとの戦いでは、イギリス艦隊が、スペインのジブラルタルを陥落させた。イギリスとフランスが、北アメリカの植民地で繰り広げた戦いは、安城戦争と呼ばれているが、こちらは、 決着がつかなかった。戦争中の1707年5月1日には、イングランド・スコットランド両国の合同法が成立し、ジェームズ一世以来100年余りにわたって、同訓連合を結んできた両国は、正式に統合されたグレートブリテン王国になり、アンはグレートブリテン王国最初の君主となった。統合が成立した背景には、口実の多い継承問題が絡んでいた。 1708年にスコットランド民兵法案の採下を拒否する形で拒否権を発動。これはイギリス政治史で2017年時点で最後の国王の拒否権を発動である。マールバラ公爵夫人サらマールバラ公爵夫人となったサラは女王の側近にあって夫の代弁者となり戦争の遂行を女王に進言していたが、 次第に女王は和平推進派に傾き始め、皿を疎むようになった。また、サラが支持していた保育党を嫌っていて、1705年からゴドルフィン1710年、アンはついに皿を宮廷から追放、同年に行われた。選挙の結果、和平推進派のトーリー党が政権の座についた。ゴドルフィンは更迭され、トーリー党の指導者、ロバート・ハーレー。 ヘンリー・シンジョンらが政権の頂点に立ち和平に動き、マール・バラコの軍資金横領疑惑の調査が行われ、翌年に横領が報告されて、マール・バラコは失脚した。主戦論者マール・バラコの失脚で、スペイン継承戦争は和平交渉が開始され、1713年にユトレヒト条約が締結された。この条約でイギリスは、 現在に至るまで領有しているジブラルタルなど複数の海外領土を獲得した。アンは、肥満体質でどこへ行くにも腰に乗っていたが、晩年は全く歩くことができないほど肥満が進み、宮殿内を移動するにも車椅子を使っていた。放御後の漢桶は正方形に近いものだったという。また、旧友の一人、エリザベス・シーモアとは死去するまで信仰を結び、エリザベスを義死。 ウィンザーの予言で避難したジョナサン・スウィフトに対して昇進を妨害している。姉メアリーに政府妻及び、アン・女王には成人した子がいなかったので、即位前から後継者問題が生起していた。戦術の通り、アン・女王は幾度も妊娠し出産していたが、水頭症を患うグロスター校、ウィリアム王子以外は乳児のうちに溶接していた。アンには父に従って、 フランスに亡命したイボテージェームズがいたが、ジェームズはカトリック信者であり、プロテスタント中心で、かつカトリックの王による先制復活を警戒する議会勢力は即位を望まなかった。そこで、スチュアート家の血を引きプロテスタントである唯一の人物、ソフィアが注目を受ける。1700年、唯一成長した王子ウィリアムを11歳で失い、 また女王も36歳の直前に17回目の妊娠で男児を死産した。1701年、ソフィア及びその子孫のみが継承者となるべきことを定めた大井継承法が議会で制定された。アン女王が1714年8月1日に崩御するとスチュアート朝は断絶した。これに先立ち6月にソフィアも逝去していたため、 その長男であるハノーファー選定テゲ校、ゲオルクルートビヒが英国に迎えられ、ジョージ一世として即位した。ハーレーシンジョンらは、晩年の案の信任を失い、ジョージ一世からも見限られていたためホイッ等の逆襲を受け失脚、ジェームズの追い奪還を目指したジャコバイトの反乱も、即座に鎮圧され、ホイッ等政権が成立した。以後、ジョージ一世のハノーファー朝で、 議会制民主主義が発達していった。アント・ウィリアム王子6回の死産、6回の流産を含め生涯に十7回妊娠したが、一人の子も成人しなかった。スチュアート長の家系図判例。イギリスの大貴族 P99、イギリス革命士 P265P267、イギリス革命士 P77、P100P106、P109、P p 百五十九、p 百六十、p 二百八、p 二百九、ロビンソン・クルーソーのダニエル・デフォーは暗号女のインテリジェンスを担って統合に暗躍したスペイン継承戦争 p 五5 1 p 六十五、p 百二十三、p 百二十六、p 百三十一、p 百八十一、p 百九十四、p 三百七、p 三百九、スペイン継承戦争 p 百四十七、p 百四十九。 P207P209P284P289P294P297P332P333P355P360 イギリスの大貴族 P88P90P98P103 スペイン継承戦争 P30P33P367P396 ありがとうございます